若くす号和各都号は、福岡県福岡市と佐賀県佐賀市を結ぶ、中高高速バス路線である。西日本鉄道が運行し、西鉄バス佐賀への管理委託路線となっている。本記事では、同じく西鉄が運行する、福岡空港と佐賀市を結ぶ高速バス路線を呼び、福岡市と佐賀空港を結ぶ高速バス路線についても、記述する。 福岡都市高速道路、九州自動車道、長崎自動車道を経由し、福岡市と佐賀市を結ぶ高速バス路線である。若くス号という愛称は、佐賀県の県国、県下であるクスから。ただし、この愛称が用いられるのは、西鉄天神高速バスターミナル佐賀第二、合同庁舎間を結ぶ路線のみで、福岡空港、佐賀空港発着路線には用いられない。 国土交通省の統計によると、福岡佐賀路線の輸送人員は、平成18年度で87万4713人、平成19年度で88万7114人で、ある。日割り計算すると2400から2500人、未知ということになる。また、九州の高速バスの路線内での、輸送人員順位としては、上位4位、上位5位に位置する。 かつては等路線のほか、九州号の確定便が佐賀市内の停留所に停車しており、福岡市内佐賀市内の利用が可能であったが、2002年3月1日のダイヤ改正で佐賀市内に停車しなくなった。福岡と佐賀を結ぶ高速バス路線としては、以下の3系統4路線がある。いずれも座席定員制。各系統の運行経路。 停車停留場においては、太地は停車停留場を示す。西鉄天神高速バスターミナルと佐賀第二合同庁舎を結ぶ。平日46.5往復、休日47.5往復運行される。佐賀山とインターチェンジ、国道263号経由。福岡空港と佐賀第二合同庁舎を結ぶ。22.5往復運行される。 佐賀川の運行経路、停留所は、ほとんどが、若く都合と同じだが、一往復のみ、吉野ヶ里歴史公園経由の便が設定されている。西鉄天神高速バスターミナルと佐賀空港を結ぶ、路線。春秋航空の佐賀上海、歩東線、ダイヤに合わせて運行され、佐賀空港発は、飛行機の到着を待って運行される。2013年9月2日に、 佐賀上海、歩道線を利用する福岡都市圏の事業所や、留学生を中心とした在日中国人からの要望に応える形で運行を開始した。福岡市内の経路が大きく異なる、佐賀側の停車地が、佐賀空港のみ、往復乗車券、木山乗り継ぎ乗車券の設定がないなど、他のに系統とは、性格が大きく異なる。 2013年12月20日からは、佐賀上海線の他に t w a イ航空の佐賀ソウル、三川線に接続する便も、週3本運行されていたが、2014年9月1日に、休止された。国土交通省九州運輸局、九州における高速バスの外境平成20年11月21日、ソウル便就航に合わせ、高速バス、佐賀空港福岡線を増便します。 西日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.ni-s-h-i-t-e-t-s-u.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2013スラッシュ 13064pdf2014 年5月22日閲覧ソウル便就航に合わせ高速バス、佐賀空港福岡線を増便します西日本鉄道 http://www.ni-s-h-i-t-e-t-s-u.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュリリーススラッシュ2013スラッシュ 1318pdf 2014年9月1日閲覧西鉄高速バス 佐賀空港福岡線の運休について、アーカイブド2014年10月21日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、佐賀県交通政策部空港課、2014年8月29日、ありがとうございます。